源氏物語第20条朝顔。西院は父宮の者ために職を辞しになった。源氏は例のように古い恋も忘れることのできぬ癖で始終手紙を送っているのであったが、西院ご在職時代に迷惑をされた噂の相手である人に、女王は打ち解けた返事をお書きになることもなかった。9月になって宮廷の桃園の宮へお移りになったのを聞いて、そこには御おば君の女子の宮が同居しておいでになったから、そのお見舞いに託して源氏は訪問していった。コインがこの御腹から方を今節にお扱いになったことによって、今もそうした方々と源氏には親しい交際が残っているのである。同じ御殿の西と東に分かれて、老内親王と若い先の参院とは住んでおいでになった。